藤がかったお色なんかもね、ちょっと流行ってるこういうくすみ系のカラーが入った定番の2色の重ね入りっぽく見えるんですが、これちょっと新しいんです。ちょっと優しいピンクと、まあ、くすみカラー系のね、5色のある、はい、帯揚げなんで。はい、それではメネの YouTube 動画始まります。北九州小倉のメネ呉服店店長のメネです。よろしくお願いします。そして天の声にスタッフ磯野でございます。よろしくお願いいたします。店長、今回は何を、うん、先週の動画でね、あの一応振り袖の方をいろいろとねご紹介させていただいたんですけれども、今週はその振り袖に合わせる小物類ですね。まあちょうどこの夏休みの時期になると結構振り袖のご相談ご来店がすごく多くなってきますので、まあ、来られる前にもしよかったら、ね、動画見ていただいて、まあ、こんなのあるんだと思って来ていただけたらなと思って今日はね、あの準備させてもらってます。まずはお顔周りに近い半襟からちょっとご紹介させていただこうかなと思います。そうですね、まあ、以前の動画でもね、いろんなまあ半襟、まあ、例えば地色のついてるものとかですね、まあ、ちょっとやんちゃといったらあれですけどもね、あの個性的なものとかもいろいろ紹介はしたんですけれども、今日はですね、この夏に向けて白地の、まあ、地が白ですねの襟がたくさんまた入ってきてますので、そのあたりお店にあるものの一部をねご紹介させていただきたいなと思います。で、実際の色のついてる半襟もね、あのたくさんお店の方には多分200枚ぐらい全部であるのかな、半襟があると思うんですけれども、最近はね磯野さん、白地がやっぱり結構最終的に選んで、はい、そうなんですよね、うん、最終的に白地で落ち着くという流れがございます ね、 すね、結構あのお顔元この、まあ、襟の部分なんですけれど、パンフレットとか見るとね色のついたものも結構使ってはいるんですが、実際お嬢様方とこう相談しながらどっちがいいとかって選んでいくと、なんとなく最終的にこう白地がやっぱり人気になってきてるのかなというか、まあ、白地が一番人気がうちの中ではあるのかなという感じなので、すっきり華やかになるっていう感じですかね。そうですね、あの、まあ、他の小物とかの合わせる色のバランスなんかもやっぱり白だと結構取りやすかったりとかもあると思うんですけど、うん、でただ同じ白地でもその中に入ってるこう刺繍のお色とかでだいぶ雰囲気って変わってくるので、そのあたり今日ざっとね見ていただければいいかなと思います。で実際ここに並んでるものが今、まあ、15枚ぐらいなのかな、なんですけど、ほんの一部です。ほんの本当に本当にほんの一部なので、また、こんなのがっていうのを探してるものがあればね、ご来店いただくと見つけていただけるんじゃないかなと思いますので、まあ、ざっとね紹介しましょうね、はい、まずあの同じ白地ですけれども、まあ、ここに入ってる刺繍のお色ですね、このお色によってもうお顔写りと雰囲気がね全然変わってきますので、まあ、このあたり例えば白地にシルバーですね、で同じシルバー系でもちょっとこうして見ていただくと、まあ、動画ではちょっと分かりにくいかもしれませんけど、雰囲気がね違うのが分かっていただけるかなと思うんですけど、最近あのちょっと西洋チックなお花の刺繍といいますか、そうですね、ちょっと洋風なものもね増えてきましたね、はい、まあ、例えばこの辺りなんかもね、かなりこうちょっとね洋風な感じ入ってると思うんですけども、実際まあこうやって見るとねすごく柄が大きく見えてきたりすると思うんですけれども、あのお襟として使う場合はこれがまあ半分にこうなってきて、その上にまた重ね入りというのが出てきますので、本当に、まあ、1、2センチぐらいかな見えてくるのがですね、そうですね、はい、なので結構はっきりした柄でも襟にするとですねすごく綺麗に見えたりもしますので、そのあたりもねご参考にしていただければいいかなと思います。これも結構ね今風な感じで結構当てると可愛いですよね、このあたりもねこういう感じになってきますね。ちょっとしか出てこないんですけれども、やっぱり全然 ね、 そうですね、違うんですよね、はい、通常うちの店でもですね、あの、まあ、コースというか、ね、あのセットの方に入ってる襟でもですねそれなりに可愛らしさはあるんですけど、やはりあのこのぐらい刺繍があるとかなり豪華になるのでね、お顔の写りもすごくね変わってくるんじゃないかなと思います。特にあの前撮りなんかで写真撮るときお顔の周り結構撮ること多いと思うんでね、こういうのが入るだけで全然ね雰囲気が変わりますし、結構皆さん、こちらでコーディネートしてても襟を入れるとだいたいお母様とかね皆さんがわーってね、そうなんですよ、そうですね、なるやっぱ違うわねと、違うわねとなりますよね。こんな感じでね、先週の動画に関してはあの新しい振り袖とかね、今お店にある振り袖をご紹介してますけども、このあたり小物に関しては、まあ、ママ振りの方なんかでもですねこれを入れることによって雰囲気が変わったりもしますので、ぜひねそのあたりも参考にしていただければいいかなと思います。今店長が左手に持っているのは私がダダをこねて入れてもらった扇でございます、ね、はい、扇と松の柄ね、ちょっとね強めになるかなっていう話をしてたけど、実際合わせるとねまあまあこういう感じで結構かっこいい感じになるかなと思ってるんですよね。ちょっとね結構あの柄もこれ古典の柄
踏襲してますので、ママフリなんかにもね合わせれるかなという感じもします、ね、素敵になると思います。ぜひ、はい、素敵になると思います。で、例えばこういう感じのちょっと個性的なもの、これもね刺繍の色がゴールドなのか赤なのかによってお顔の写りって全く変わってくると思いますので、同じ白地でもねこんな風に雰囲気が変わりますし、まあ、逆にちょっと優しさのあるこういう藤がかったお色なんかもねいいですし、まあ、最近のちょっと流行ってるこういうくすみ系のカラーが入った襟なんかも入荷してきてますので ね、 そうですね、半襟の世界にもくすみカラーがちょっと入ってきました ね、 ね、はい、まあ、あと逆にこうちょっとこう個性的なお色が入ってるもの、これなんかもねお顔に映るとすごく、まあ、アクセントになってね綺麗かなと思いますね。なのでまあ他にもたくさんありますけれども、この後もねあの帯締めとか帯揚げとか他の重ね襟なんかもいろいろ新しいの入ってますのでねご紹介しますので、半襟はこういった形でご紹介させていただきました。それでは続きまして、店長、重ね襟のご紹介をお願いいたします。はい、このあたりに以前の動画でもねご紹介させていただいた重ね襟、うちでも定番でね一番まあよく正直よく出るタイプなんですけれども、二重のタイプだったりこういう三重になってるタイプだったり、動画では見にくいかもしれませんけども、ちょっと地紋が織り込んであるタイプだったり、まあ金が少し入ってるタイプだったりですね、こういうのが今まで定番でよく出てます。今もね正直これが一番出るんですけれども、この夏秋に向けて入ってきた新しいタイプというのはねこのあたりいくつか紹介させていただければなと思います。重ね襟って本当ね少ししか見えないんですけれども、その素材感ですかね、今ラメが入ってたり、ね、織りがあったりって、はい、それもなんか年々すごく面白くなってきてますよね。なってますね。もうあの今回特に入ってきてるものなんかでいうと、これなんかねすごい面白いんですけれども、この地紋のところ、この地のところもですね結構こうちょっと膨れ織りのような感覚になってて、シルバーが中にね織り込んであるんですけども、それにパールですねがついて、まあ、レースパールレースっていう感じになってるんですけどね、豪華ですね。豪華ですね、まあ、実はねこのパールとかね、こちらで紹介したラインストーンなんかも10年ぐらい前かな、15年ぐらい前まで実はあのお店の方でも結構ご紹介して出てたんですけれども、パタッと止まってですね、ここ10年ぐらい本当に全く要望がないような状態だったんですけど、この2、3年前ぐらいからかな、そうですね、こういう感覚が受けが良くなってきました。あのまたね増えてきてるんですけれども、うん、まあこのあたりね実際つけるとあの結構ねこのレースに効いてくると思うんで、あのちょっと今風にしたい方なんかはねこういうのもすごくおしゃれだと思いますし、色目はでもあれでね、あのいわゆる今のちょっとくすみ系を意識したような感覚の色が増えてはきてますけれども、こんな感じで、そうですね、重ね襟にもくすみ系は増えてきましたね。この辺りね結構くすみ系で、実はねあのこのレースなんかはねあの本当に今風の感じになるんですけども、こっちのねラインストーンキラキラしてると思うんですけども、なんか結構今回入ってきたラインストーンの重ね襟はちょっとね輝きが上品なんですよ。そうですね、うん、磯野は思ってます。だから実際ね前のラインストーンに比べると、そうですね、ギラギラ感というよりはちょっと上品な感じで光ってる感じはするかな。う、うん、でこの辺りがねシルバーの縦にねずっとこう柄が織り込んであるんで、多分襟元につけた時もすっきりするんじゃないかなと思うんですね。このラインストーンに関しては結構ママフリのお嬢さん方の着物にも合いそうな色目とかもあったりするので、まあ、ママフリの雰囲気をね、うん、ガラッと変えるのにこういうのをまたね活用していただけるんじゃないかなと思います。あとお姉ちゃんの振袖を着る方ですね。そうですね、お姉ちゃんとは違うように、うん、あのこういうのを入れるとしやすくなると思います。そうですね、結構多いですもんね今ね。多いですね、お姉ちゃんと、ま、着物は一緒だけど雰囲気を変えたいっていうね方、そういう場面でね活用できますよね、うん、結構ですね、私はそばで見てて店長はこうアクセントカラーにブルーを入れるっていうコーディネートが結構お好きだったりするのかなと思ってるんですけれども、あそうですね、この色とかね、はい、まあ、そういうのとか入れるとなんかアクセントで入れると面白いコーディネートができるかなと。そうですね、定番のこうコーディネートっていうのはもちろん あって、例えば古典なんかだとこういうね、まあ、グリーンとかイエローっていうかね、まあ、黄色系ですね、からしっぽい色なんかもすごく合うんですけれども、そこに例えばこういう色だったり、まあ、ターコイズブルーだったりみたいな色が一色こう襟でパッと入るとですね、お顔がこうすっきり見えたりとか、まあ、そこがアクセントになってですねすごくこう雰囲気が上がったりするので、まあ、そういうのもね試してみられると面白いかなと思いますね、はい、お店に来ていただくとね実際にこう当ててみて、まあ、好みもありますのでね見ていただいたりもできると思います。なかなかこう重ね襟って本当に色がたくさんあるので、入れ方によってお嬢さんの雰囲気っていうのもガラリと変わりますので、例えば、ね、あの姉妹さんでね雰囲気がもう全然違うんですよっていう方でね、もう振り袖で絶対兼用無理とかって言われてる方も、同じ振り袖なのにこの小物でうまくコーディネートできたりする場合もねあったりするんでですね、ぜひいろいろチャレンジしてもらうと楽しいかなと思います、はい、
お待ちしております。お待ちしております。あと最後に定番の2色の重ね入りっぽく見えるんですが、これちょっと新しいんです。ちょっと新しい、なんかこう、なんていうのかな、これベルベットじゃないけど、そういう感じの縦にこうずっとね島が見えるような感じで作ってるの でお色も今までの定番のこういうお襟に比べるとちょっと一色深みのある色目にしてるので、結構ママフリなんかにも合わせて出るでしょうし、今のくすみ系で例えば、よく人気があるのはシルバーグレーみたいな色とかですね、あのなんていうか、ミルクティーじゃない、あ、ミルクティーカラー、はい、ミルクティーカラーとかね、そういう色目の時なんかにも、はい、着物薄い色でこういう濃い色の襟をパッと入れることで襟元がグッと締まったりもしますんで、このあたりも結構ね使えるんじゃないかなと思います。まあ、他にもね、実は重ね襟も多分何百枚ってご準備がありますけれども、まあ、あの今回新しく入ったのを中心にね紹介させていただきました。では店長、次に帯揚げのご紹介よろしくお願いいたします。ね、今まで、ね、襟元のこう一番目立つ部分という話をしてきたんですけれども、うん、今度それを受けて、まあ、重ね襟なんかとはねちょうどこう近くになってきますので、お色の合わせとかでね、まあ、雰囲気また変えていくような感じになるんですけども、まあ、以前の動画でもね紹介してましたけども、通常今まではねこういう絞りのタイプ多かったんですね。でこれが実は今なかなかこう上がってこないというか作れなくなってきてるのもありますし、逆にこうちょっとねこちらで今度紹介するんですけど、膨れ織りでこうラメの入ってるタイプっていうのがすごく今人気が出てきてますので、そのあたりもね紹介したいと思います。でまたね絞りでもこういう柄の入ってるタイプですね、こういう感じ、このあたりも逆に今すごく珍しくなってきてますので、まあママフリとか古典の振り添いなんかの場合だとね、すごくこういう帯揚げを入れることで、まあ、豪華になったり可愛くなったりしますので、このあたりもねご参考にしていただいて、例えばお振り袖では、まあ、例えば新しくするけどっていう感じの方でも、結構ご自宅にねこのタイプある方もね今までも、はい、いらっしゃいますので、もしねこういうの家にあるよって方いらっしゃったら、振り袖選ぶ時とか、まあ、コーディネートする時に持ってきていただくとね、逆に今あまりないのでね、あのおしゃれに作れたりもしますのでね、ぜひ参考にしてください。あとあの絞りがねなかなかなくなってきてるんですけども、ちょっと逆にこういうちょっとね立体感のある、もともとのこのかのこ絞りよりも結構こうボリューム感のあるこういう絞りも出てきてたりもしますので、このあたりもね参考にしていただければなと思います、うん、で先ほどねちょっとご紹介してたこういうラメの入っている膨れ織りと私もお話ししたんですけれども、以前からでも2年くらい前かな、1年ちょっとぐらい前からこういう膨れ織りっていうのがだいぶ出てきてたんですけども、なかなかあのパターンが変わらないというか、新しいのが出てこなかったんですけど、この夏、そうですね、うん、そうなんですよね、なかなかこうなんで、しかも上がってこないからいつもこう抜けてなくなるみたいな感じだったんですけど、人気の色がすぐなくなっちゃう、人気の色がすぐなくなる。で今回結構大量に種類も豊富に入ってきてますので、少しね紹介させていただければなと思います。でまず一番こちらね、ちょっとカラーが一番揃ってるタイプなんですけども、このあたりあの膨れの感じは大きくないので、お着物の邪魔をしないんですけれども、お色がね結構たくさんありますので選びやすいというのと、あとこれ、ね、例えば白見ていただくと分かるんです、ちょっと動画ではね映りが微妙に違うんですよ、ちょっとベージュっぽい色だったりシルバーっぽい色だったり、まあ、いわゆる白であったりと、こうちょっとねずつ色を変えてこう作ってくれてたりしますので、すごくねこのあたり今回ね我々喜んであの入れさせてもらったんですけれども、なかなかね結構白の帯揚げっていうのが実は最近すごく人気で、入ってきたらすぐそうなんですよね、なくなっちゃうような感じでね、一番先になくなってしまいますね、しまうような感じなので、まあこういうちょっと白でもやっぱりコーディネートするときに微妙にもうちょっとシルバーっぽく白がいいなとかクリームっぽいのがいいなって思ったりすることもあるんですけど、今回こうやって揃ってますので結構コーディネートも、ね、楽しめるんじゃないかなと。アンミカさんもおっしゃっておりました、白って300色あるんやでっていう。あ、そうなの、はい、知らなかったということなので、まあ我々も本当実は同じ白でもこっちの種類の方がいいよねって言うと昔からねちょっとやってたんですけども、今回こうやってこちらもねちょっとオフホワイトみたいな色とかねいろいろ揃ってきてますので、コーディネート楽しいんじゃないかなと思います。こちらは逆に結構織りがしっかり出て、そうなんですよね、表情のある、はい、帯揚げなんで、このあたりもコーディネートするとボリューム感も出たりしてね、いいんじゃないかなと思います。結構着付けの時にちょっと出す感じでですね、帯揚げ主張する感じで結ぶと楽しいかなと思いますね。はい、着物のコーディネートの一つとしては、帯揚げの出し方って結構皆さんねあのいろいろこう考えられる方多いんですけども、結構年齢を重ねるとちょっと薄く少なめに出してとかねありますけど、振り袖の場合は結構あのはっきり出すことで、まあ、お顔の写りが良くなったりとか全体の雰囲気がこう明るくなったりとかもするの で、そうですね、はい、こういうちょっとねボリューム感のあるものも非常にいいんじゃないかなと思います。
で、こちらも、以前私どもでよくご世話してた、これ桜の呪文なんですけども、それのちょっとアレンジバージョンのような感じで、中にちょっとね、お花の柄とか織り込んであるんですけども、唐草の文様とかね、織り込んであるんですけども、結構、このちょうど中間ぐらい、ボリューム感もありつつ、豪華さもあるみたいな感じね、こういう感じで、はい。こういうね、帯揚げも出てきてますね。これもすごく色がまた揃ってて、いい色がね、揃ってるので、ここに見るとすごく楽しみだなと思うんですけれども、ここで見るだけでちょっとわからないですけど、実際当てるとね、本当に、あ、こっちは好きだけど、こっちじゃないなとかってやっぱありますもんね。そうなんです。輝きがやっぱり。そうなんですよね。ありますので。まあ、ぜひね、そのあたりもね、お店に来て、楽しんでいただければいいなと思いますので、よろしくお願いします。今、半襟と重ね襟と帯揚げってご紹介させていただいたんですけど、店長、この3点、まあ、後から帯締めも紹介するんで、4点になるかもしれないんですけど、流行というか、この年代のによっての色味、すごく色濃く出てきますよね。あ、そうですね。ママフリで持ってこられる小物っていうのが、ほぼほぼ結構使えなかったりっていうパターン多いですよね。ここ、それこそ5年ぐらいでもかなり、ちょっと雰囲気変わってきてるところもありますよね。そうですね、うん、5年ぐらい前とかだと、まあ今ももちろん人気はあるんですけど、例えば薄い黄色だったりとか赤とかが定番でボンボン出てたんですけど、最近薄い黄色ってあまり出ない。確かに、ね、黄色今ちょっとね、そうですね、下火になってるというか。そうですね、はい、逆にグリーンだったりとか、まあ、さっき言った白だったりとかね、こういう色が上がってきて、赤も前のはっきりした赤じゃなくて、若干こう少しくすませたような赤、こういう色が今すごいやっぱ人気になってたりするので、ちょっとずつだけど流行でやっぱり違うんですよね、変わってきてるかなってなりますよね。なのでこういったところちょっと変えていただくと、ちょっとね、お好みに近いその年代に合ったコーディネートできるかなと思います。そうですね、はい、ぜひそのあたりもね、お店に来て楽しんでいただければと思います。それでは最後に、帯締めのご紹介させていただこうと思いま す, です、ね。まあ、帯締めはですね、実は帯の色ともかなり関係してきてて、他の小物はね、振り袖の色をベースに合わせることが多いんですけれども、もちろん帯締めも振り袖の色との兼ね合い大事なんですけれども、結構帯のね、色合いとか帯の雰囲気によって合わせれる帯締めって変わってきたりするので、まあそのあたりもね、以前の動画で他にも今までたくさん人気のある帯締めなんかも紹介してますし、参考にしていただくといいと思うんですけれども、今回新しく入った帯締めをね、いくつか紹介したいなと思います。また今回もね、可愛いのがたくさん入荷してきましたね、店長。そうなんですよ。実はね、帯締めも、2年ぐらい前から、なかなかこう、本当に新しい雰囲気というか、可愛らしい雰囲気がね、少なくて、もう私たちも仕入れるのにすごく、どうしようみたいになってるところがあったんですけど、今回盛りだくさんというかですね、いろいろ可愛い新しいバリエーションがたくさん出てきたので、今、お店が本当に置けないぐらい帯締めがたくさん入ってるような状態ですね。そうなんですよ。はい。今それこそ夏に向けて、他の小物もそうなんですけれども、かなり種類をたくさんね、はい、今大変豊富でございます。豊富ですので、はい、もしね、この小物見たいなって方いらっしゃったら早めに来ていただくといいんですけども、まあ帯締めも例えばさっきね、襟のところでもね、半襟もそうですけども、あと帯揚げのところでも話してたんですけども、白っていうのがですね、実は同じような白でもこんな風にちょっとシルバーっぽい白だったり、クリーンっぽい白だったり、同じ帯締めでもこんな風なパターンがね、最近出てきてます。まあこれはクリームですけども、まあ、これも同じような白系でね、こう雰囲気が違ったりとかって、こういうのもたくさん出てきてますし、ピンクもね、昔のそれこそね、ママフリで持ってこられる時のピンクってもっとこうちょっときつめの、はっきりさせた色が多かったんですけど ね、こう優しいピンクとか、こういうのもね、今出てきてます。でまあね、流行のこういうまあ、くすみカラー系のね、一番定番的な色だったりとか。で、ここの真ん中の飾りのところも、このパールが入ってるのがね、やっぱりずっと定番で人気だったんですけども、最近つまみ細工のようなものが結構ね、新作では多かったんですけれども、うんうん、今回ね、しっかりこのパールを上手に使った感じが、このあたりもそうですね、昔の定番と同じような感じなんだけど、ちょっとデザインが新しくなってるの。そうなんです。はい。入ってきてますね。可愛いですよね、この辺もね。飾りがね、いいんですよ。パールだけじゃないという、ラインストーンだけではないっていう。そうなんですね。で、この辺りもね、ちょっとつまみ系の、まあ、梅の柄みたいに入ってるんですけど、ちょっと可愛らしくね。そうですね。逆に、ちょっとこういうね、大きな飾りのついたタイプなんかもね、また結構、こういうの可愛いという方もいらっしゃるのでね、こういうのも今回入ってきてますし、ちょっとカラフルなね、こういうポップな感じの。ちょっと美味しそうですよね。美味しそうな、ちょっと和菓子っぽい感じね。こういったのもね、入ってきてます。まあ帯締めってこう最後帯締めと帯揚げでグッと振り袖が最初決まったりするので、結構この、ね、細い一色なんですけれども、これがね、
このあたり入ってきますけど、大事になってきたりするのでですね、ぜひね、そのあたりもね、いろいろこう、変えていくことで、楽しみがありますのでね、そのあたり参考にしていただければいいかなと思います。いろいろとね、当ててみて、どういうのがいいかなって、ちょっと遊びながらですね、コーディネート楽しんでいただければなと思います。そうですね、本当に、楽しいと思います。さっきもお話したように、同じようなね、白系でも、こうちょっとねビニールかぶって見にくいかもしれませんけれども、この感じでね全然雰囲気また違ったりするんでね。そうなんですよね、はい、雰囲気変わりますからね、はい、ちょっとしたことなんですけれど、なんでたくさん選べる今のタイミングでね来ていただけると本当に楽しく選べるんじゃないかなと思います。ということでですね、今週は新しく入った振り袖の小物ですねをざっとね紹介させていただきました。実際お店にはね、紹介させていただいたものだけじゃなくてね、他にもたくさん小物入ってきてますので、結構本当にご来店いただいた方も皆さんね、うわって驚かれるぐらい小物持ってますのでね、ぜひぜひね、楽しみにご来店いただければなと思いますので、よろしくお願いします。ありとあらゆる引き出しからいろんなものが出てきますので、それも楽しみの一つとしてご来店いただけたらなと思います。はいはい、ありがとうございます。本当にね、振り袖とかね、小物のコーディネートに関してはね、やっぱり女性スタッフがね、中心になってやっていきますのでね、ぜひぜひね、遠慮せずにどんどんね、ご自分の思いとか伝えていただきながらね、楽しくコーディネートしていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、お待ちしております。はい。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いいねと思ってくださった方、高評価ボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いいたします。以上、スタッフ磯野と店長でした。バイバーイ、バイバイ。